こんばんは、まゆきです。今日は豚の角煮を作っていくんですが、圧力鍋を使わずに炊飯器で作っていきたいと思います。まずは安い豚のブロックですね。これは 260g、 だいたい 250g ですね。これに竹串で穴を開けていきます。フォークとかでもいいんですけど、消毒とかブリーチとかね、大変なので、この使い捨ての竹串でブスブスと刺していきます。お肉を柔らかくするために、で重曹とお塩で漬け込むんですけど、よく染み込むように穴を開けてます。いいかな。そしたらこれをジップロックの中に移します。こちらは M サイズです。何かと便利ですね。ジップロックは常に S、M、L サイズでお家に常備してます。こうやってブスッと刺して、よいしょ、この中に入れます。入りました。そしたらこちらにお水とお塩と重曹を入れて少し漬け置きします。 200ml のお水を入れて、塩が小さじ2分の1ですね。よいしょ。食品用の重曹です。なんか重曹って何かと便利ですよね。これね、60何円ぐらいで買えたので、お家に1個あるとすごく便利だと思います。これも小さじ2分の1入れます。お肉が浸るぐらいのお水を入れてほしいので、私は今回250g のお肉なのでこの分量なんですけど、 500g のお肉だったら 400ml のお水に対して小さじ1ずつみたいな感じで増やしていったらいいと思います。しっかり浸ってるのでちょっとだけ混ぜて空気を抜いて、この状態で1時間冷蔵庫に入れて放置したいと思います。今の間にゆで卵を茹でます。お湯をたっぷりめに入れて、ブクブク沸騰してきたお湯に冷蔵庫で冷やしてた卵を入れて6分待ちます。もうちょっとでゆで卵が茹で上がるので、このボウルと保冷剤、これにお水を入れて火を止めてここに入れていきます。氷をね、使うともったいないのですぐ溶けちゃう。この保冷剤はゆで卵を冷やす用の保冷剤としていつも使用してます。このお鍋を洗ってフライパンとして使います。洗ったフライパンの内側と外側をしっかり水気を切って拭きます。フライパンが悪くなるみたいなのでしっかり拭いていきます。そしたらゆで卵の皮を剥いていきます。めっちゃ柔らかい。あ、わんわんわん、もう食べてしまいたい。これはね、最強に美味しいです。優しく剥く。袋を捨ててゆで卵2個準備できました。そろそろ1時間経ったのでお肉の準備に取り掛かると思います。これにこのね、いつも使っているダイソーのまな板シートですね。生肉をまな板で直で切るのすっごい気にしちゃうんですけど、このまな板シートを捨てれば洗剤で洗ってます。はい、1時間ぐらい、だいたい1時間20分ぐらい経ったかな、つけておいたお肉です。これ重曹がついてるので水で洗って水気を取ってカットしていきます。
ンペーパーで焼いていきます。切っていきます。250g って量が少ないので小さめに切っていきます。こんな感じで切れました。フライパンを強火で熱して油を引かずにそのまま入れていきます。中に火を通すっていうよりも表面に焼け目をつけて香ばしくさせるような感じで、なんか薄いから火通っちゃうけどあまり気にせずに、この焼いてる間とかにね洗い物をやってしまいます。目をつけている間にタレを作っていきます。炊飯器に直接入れちゃいます。このねカップを使って作ります。お水が250で、醤油、みりん、お酒が 50ml ずつ。お酢が 5ml入れます。ちょっと辛みを足したいので鷹の爪、これは輪切りタイプですね。お好みで入れて、生の生姜を切らしてしまったのでおろし生姜を入れます。これもねお好きなだけ入れましょう。お砂糖が大さじ1です。これはね小さじ1のスプーンなので3杯分入れます。これでタレの出来上がりです。これでもう混ぜたら OK。 ここにウニ入れていきます。油跳ねがすごいので気をつけてください。片面めっちゃいい色。こんな感じで見えますかね。すごい焼き色ついてます。ちょっとつけすぎかもしれないけど入れていきます。こんな感じです。これに白ネギですね。これ冷凍してるんですけど青い部分ですね入れます。入れます。ちょっともうちょっとだけ醤油入れよう。いい OK かな。これで普通の炊飯モードで炊いていきます。卵はまだ入れません。炊飯切ってきます。ゆで卵は炊飯中に後入れするので30分経ったらゆで卵を炊飯器の中に入れていきます。この卵をね冷蔵庫で冷やしておきます。はい、30分経ったのでこの冷やしてたゆで卵を中に入れていきます。すごい熱くなるのでこのミトンつけてスプーンで拾って優しく入れます。あるように優しく入れます。蓋を閉じて待つだけです。出来上がったみたいです。開けてみます。暗いよそってみてみますね。よかったらみんなも作ってみてね。卵もいい感じの色でネギもねくたくたで美味しそうな。すぐに食べない場合は粗熱を取ってラップをして冷蔵庫に入れておきます。私はお弁当に入れたいと思います。今日の動画はこれで終わります。もしよかったらねグッドボタンとチャンネル登録の方も
よろしくお願いします。グッドグッド、リクエストいただけたら作っていくので、コメントもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。